ディズニーパーク、上海ディズニーリゾート上海ディズニーランド上海。ディズニーランドは、中華人民共和国、上海市保東新区に2016年6月16日に開業したディズニーパーク。上海ディズニーリゾートのメイン施設、中華人民共和国全体については、香港ディズニーランドに続く2番目のディズニーランドで、あるが、中国大陸としては、初のディズニーランドである。 2016年6月16日に開業した。ディズニーランドとしては6番目の開園となり、世界最大のディズニーランドパークとなる。ディズニーランドタイプのディズニーパークの象徴的建物となる城は、シンデレラ城、眠れる森の美女の城といった特定のディズニープリンセスの名前が付けられているが、上海ディズニーランドでは全てのディズニープリンセスのストーリーをモチーフとしており、 エンチャンテッドストーリーブックキャッスルと命名された。高さは60メートルであり、他のディズニーパークにある城よりも大きい。園内の建物は、他国のディズニーランドと同様な西洋風だけでなく、中国風もある。ミッキーマウスも中国風衣装を着て登場する。上海ディズニーランドの2016年開園から2017年6月まで、来場者数は1100万人となり、 目標を1割上回った。各アトラクションの待ち時間は専用アプリで確認できるが、連休となる春節や国慶節には2時間以上になることもある。2018年3月に発表された2017年の世界のテーマパーク入場者ランキングによれば、上海ディズニーランドは入場者数で世界8位、アジア、太平洋地域では東京ディズニーランド、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、 東京ディズニーシーに次ぐ4位のテーマパークとなった。2018年4月26日、上海ディズニーリゾートの7つ目のテーマエリア、トイストーリーランドがオープンした。上海ディズニーランドのアトラクションは、他のディズニーランドとは異なる特徴を形成しており、映画、トロン、トロン、レガシーに登場したライトサイクルや、世界観を再現したトロンライトサイクルパワーラン、 4D 技術を使うカリブの海賊、バトルフォーザ三軒トレジャーなど、テクノロジー性の高いアトラクションが多く設置されている。上海ディズニーランドにエネルギーを提供するのは、テーマパークと大通りを一本挟んだところにある、天然ガス、高ジェネレーションエネルギーステーションである。エネルギーステーションには、蒸気、冷気、熱水、電力の4つのパイプが付設され、 発電所の一部の余熱で蒸気を作り、圧縮空気が必要なアトラクションに用いる。さらに別の余熱を使い水を加熱し、厨房やホテルに急湯する。周素酸イオン技術を採用したセントラル空調は、余熱を使い化学反応を起こすことで冷房を実現する。ひまぼろし童話のお城の暖炉や、ジェットコースターに必要な圧縮空気、ミッキーの部屋の夏の冷房など、 動画のシーンやアトラクションに使用されるエネルギーを完全に電力に依存するのではなく、各種エネルギーを総合利用するセパレート型エネルギー技術を採用している。上海ディズニーランドは世界のディズニーパークのうち初めてこの技術を採用した。中国東方航空の上海ディズニーランド特別塗装機後に中国首相となる主要機が 上海市長だった1990年代に構想され誘致交渉は約20年間にわたった。2010年12月3日に東京ディズニーリゾートの経営、運営を行っているオリエンタルランドが上海ディズニーランドの建設や経営に参画することが一部メディアで報じられた。しかしオリエンタルランドはウォルトディズニーカンパニーとの協議は行っておらず、 ま、ただ、審も行っていないこともあって、経営に参加する事実を否定した。2011年4月6日には、上海市歩道新区の建設予定地において建設が開始された。2011年8月10日に、ディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツのトーマス・スタックス会長は、ディズニー社と上海市の設立した国有企業である、上海市に進む有限公師の2社による、 合弁会社を設立すると発表した。ディズニーが多数の株式を占める一社は、リゾートエリアの運営業務を担当し、上海市進む有限講師が多数の株式を占める、もう一社は、リゾートエリアとパーク全体の所有、投資者となる。こうした合弁モデルは、上海ディズニー特有のもので、利益は合弁会社の双方が共有する。2013年10月17日に、 上海ディズニーランドで最初の18メートルの高さの鉄骨柱ルートが装着され地上部分の建設が正式スタートした。2014年4月29日に上海ディズニーリゾートに830億円が追加投資されることが上海市政府により発表された。2016年3月28日に同年6月にオープンする上海ディズニーランドの チケット販売がインターネットで始まった。中国本土で初めてのディズニーランドだけに関心は高く、地元メディアによると開業日の6月16日のチケットは開始後すぐに売り切れたという。2016年6月16日に上海ディズニーランド開業、開業の際の式典及び前日に行われたショーは全世界で生中継された。 2018年4月26日にトイストーリーランド開演。この式典も全世界で生中継された。上海ディズニーランドは7つのテーマのエリアで構成されている。また、中国国内のディズニーランドのため、それぞれのエリアは英語だけではなく漢字の名前も持っている。上海ディズニーランドオリジナルのテーマランド、パークのエントランスの正面にあり、 他のパークのメインストリート、USA やワールドバザールに相当する。実際にはその名の通りミッキーマウスなどのディズニーの仲間たちの要素が至るところにあるため、トゥーンタウンとワールドバザールを融合したエリアのような風情となっている。ワールドバザールのようなアメリカ風の建物が連なり、それぞれの建物はミッキーの家、ミニーの家とされており、 建物の中にもそれぞれのキャラクターのプロップスを鑑賞しながら、そのキャラクターの商品を購入できる。例えば、スイートハートコンフェクショナリーという店舗は、ステラルーのお菓子工房という設定で、ステラルーに関する限定の菓子も販売されており、ステラルーのグリーティングも提供している。上海ディズニーランドオリジナルのテーマランド、エンチャンテッドストーリーブックキャッスルの目の前に広がる。 大きな庭園のテーマランドで、中国の絵とをモチーフにした絵など、中国文化とディズニーの要素が融合したエリアである。世界ディズニーランドの中で唯一、花園をメインテーマにしたエリアである。また、空飛ぶダンボとカルーセルのアトラクションは、世界のディズニーパークでは全てファンタジーランドにあるが、上海のみこのガーデン・オブ・イマジネーションにある。パークの中最大のテーマランド。 パークのシンボルであるエンチャンテッドストーリーブックキャッスルはこのエリアにある。さらにボートに乗ってディズニー映画のシーンをめぐるクリスタルグロットへの旅やクマノプーさんをテーマとしたエリアなど上海ディズニーランドにしかないアトラクションなどもある。上海ディズニーランドオリジナルのテーマランド。18世紀のカリブ海の海岸をモチーフとしたテーマランド。映画パイレーツ・オブ・カリビアンを元としたアトラクション。 カリブの海賊バトル不幸三権トレジャーやジャックスパローが登場するショー、アイオブザ・ストームを鑑賞できる。上海ディズニーランドオリジナルのテーマランド。冒険をテーマとしている点で、アドベンチャーランドと似ている上、全体的にも中南米に基づいて作られている。ロアリング・ラピッドやソアリン・オーバー・アザ・ホライズンなど、冒険にまつわるアトラクションがある。未来をテーマとしたテーマランド。 世界のトゥモローランドの中で唯一スペースマウンテンが存在せず、映画、トロン、レガシーをテーマとしたアトラクション、トロンライトサイクルパワーランなどがある。上海ディズニーランド唯一の無料入場のエリア。メインストリート USA の機能も揃える、ショッピングモールの街。パークへのエントランスは付近に位置しており、上海ディズニーランドの内部から直結している。完成したばかりの最新エリア。 上海ディズニーランド開業間もない2016年11月9日に発表された1年4ヶ月を経て2018年4月26日にオープントゥモローランドとファンタジーランドの間に位置することとなる広報資料、プレスリリースなど一時資料ありがとうございます